女学雑誌は、1885年7月から1904年2月まで、526号、計548冊刊行された、日本初の本格的女性誌。岩本義春が長く編集人を務めた。近藤健造編集人に、1885年7月20日、創刊された。日本の浮上してその至るべきに至らしめんことを傷すと、創刊後の、 発行の趣旨にある。女学とは、女性の地位向上、権利慎重、幸福増進のための学問と理解される。翌1886年5月近藤が急世し、岩本義春が継いだ。岩本は津田千の学能者で、近藤の2年後輩の同志だった。初期は、菊版の20ページ、発行は満春堂。第11号から、 最終号までは46倍半の16から40ページ。発行は、女学雑誌社。同社は1889年、本郷由美町から、京橋区日吉町へ、さらに、麹町富士見町へ移転した。売れ行きは良かった。男性の読者も多かった。ワンマン編集だったから、岩本の意向のままに、雑誌は変わり、発行の頻度は、月2回、月3回、週間。 月刊と変遷した。内容も、1889年前半までは、啓蒙的で、内村勘蔵、上村正久、加藤博之、尾崎孝道、伊深梶之助、田村直信、津田千、津田梅子らの記事を載せ、岩本は、社説のほか、信玄、主義の論文を書きまくり、それらの陰に、中島松園、山田美明らの文芸が載った。 1889年後半から文芸作品が増えた。7月に岩本と結婚した若松静子が迷子のように翻訳、創作を載せ、清水豊子、田辺加穂、北村東国も書いた。啓蒙主義からロマン主義へ文芸が舵を取った、その波が女学雑誌に及んだのである。この時期の若松静子の昇降史が歴史に残る。 1890年11月岩本は自分が社説、清水と子が主筆、若松と田辺が小説、小木の銀子が衛生など担当を定め、火星、救急手当、相場などの欄を設け、従来の子供の話欄を次欄と改めた。岩本は明治女学校の教頭、次に校長だった。同校で教える星の天地、 北村東国らの若者が女学雑誌に書くのは自然の成り行きで1892年6月から雑誌を文芸記事の甲の巻と女学記事のオッツの巻とに分け第1週に項なら第2週にオッツと交互に発行した。甲は白い表紙、オッツは赤い表紙だったので白表、赤表と呼ばれたが翌年4月から白表を 評論と海外し赤表を除学雑誌に戻し、さらに1894年11月、除学雑誌が評論を九州合併した。この九州は、折からの日清戦争に協力する事業のための雑誌業の整理だった。一過性だったが、岩本は9月29日号の社説、自制官で戦争協力を熱弁した。目まぐるしい変遷の中で、若松、北村、 豊子、桜桜養村、戸川残からが書く雑誌は、売れていたが、千八百九十三年、星野天地、戸川秋骨、島崎東村、平田と久保くらが離れて、ロマン主義の文学界を創刊した。千八百九十四年、北村東国が自殺し、若松静子が病んで、筆が止まり、結婚後の三宅加保、小材資金が戻り、なるせ二蔵、大和田竹木、金子訓園、 青柳海らが支えたけれども、戦後の岩本の社説は異性を失った。1900年3月、田中正造の高読文学を載せた角で、雑誌は没収され、岩本は告訴された。それ以降、女学雑誌の発行は不規則に魔導になった。1902年中は発行せず、1903年12月524号以降は、青柳海が編集人となり、 日露戦争勃発の1904年2月526号を出して終わった。復刻版が1966年から1967年と1984年の2回臨戦書店から発行されている。ありがとうございます。